SR400 カスタマイズ編。こんにちは。なんだかんだ暑くなってきましたね。つい最近、スノボで左足を2箇所骨折をいたしました。もう年なんだとつくづく実感いたしました。もう無理はしません。ごめんなさい。あ、自己紹介が遅れました。今回から本人が声出しするのが恥ずかしいという、くだらない理由で、利用された、ゆっくりです。どうぞお見知りおきを。今日ね、傷ついたマフラー、今回はマフラーの交換です。交換しましょう。道具はセンタースタンドストッパー。これないとマフラーに当たっちゃうらしいです。ジョイントガスケット、なんかよくわかんないですけど、マフラーなんだっけこれ、ペイトンプレイス、とりあえずキャプトンマフラーです。では早速このノーマルマフラー外していこうと思います。はじめに本体とマフラーがくっついているネジを外します。ここからはぐだつくので倍速でいきます。しかも8倍速。本人もマフラーのネジ外すのにいっぱいいっぱいで、ろくにコメントもしていません。出だしから使えない。で、次が。こいつだな。ちなみに、今の場所にセンタースタンドストッパーをつけることになります。反対側の下から、良い子のみんな、作業するときは手袋をしましょうね。これで、わっ、グラブ忘れ、外れた。これ外れ、これがこうなってるのはこう、ね、そろそろ引っこ抜いてみようと思うよ。え、もう外せるの？壊さないでね。あ、外れた。なんか不安そう。これがこうついて、これがセンタースト、スタンドストッパーの役目を果たしてたんですけど、これを外しちゃうと、純正ネット外しちゃうとなくなっちゃうんで、この、これをつけなきゃマフラーにセンタースタンドが当たってしまうっていう。で、こいつ、キャプトン。どんな音になるでしょうか。あ、また倍速になった。この人、肝心な部分をはしょる。ちなみに、ジョイントガスケットなんですが、純正サイズで買ったので、全然口径が合わず、使わずじまいでした。取り付け、完了です。これでいいのかよくわかんない。締め付ける力加減がどのくらいでいいのかわからなかった。とりあえず、力いっぱいに締めちゃったよ。スタンドストッパー、
これ、つける向きわからなくて、少し大変だった。これ、何なんだろうこれ。何だろうこれ。このチューブ、何なの気になる。一応つけといたいです。まあいいか。よし、じゃあエンジンかけてみましょう。怪我には注意してね。